田中久具教法14年12月22日は、江戸時代中期の農政家、形成家である。旧名、久保島記録。田中久具、田中久具衛門、田中紀西へとも名乗り、号は、艦隊老人、竹明三民。武蔵国玉郡平沢村出身。大岡越前守る助に見出され、その下で、地方豪者として活躍した。なお、共に、 大岡支配の役人として活動した美野正隆は、旧具の娘婿にあたる。平沢村の名主で、絹物賞を兼業する農家、久保島八郎左衛門へ冬の次男として生まれる。子供の頃から、神道の誉れが高かった旧具は、兄の祖道と共に、八王子の大禅寺で学んだ後、絹商人となる。その後、武蔵国吉寿軍、 小向村の田中源左衛門家で暮らすようになる。これが縁で、東海道川崎塾本陣の田中兵庫の養子となり、その家督を継いで、法永元年43歳の時、川崎塾本陣名主と問屋を務める。法永6年に、関東軍隊の稲忠田田道と交渉して、江戸幕府が経営していた玉川の六号渡しを、川崎塾が請け負う許可を、幕府から得たことで、 付近の村の村民が、人足に借り出されることがないようにし、同時に、川崎塾の復興と繁栄をもたらす基礎を築く。聖徳元年、50歳になった旧武は、有志の太郎左衛門に問屋を譲り、江戸へ出て、お牛宗来から古文字学を、鳴島道地区から軽所と歴史を学ぶ。教法5年、四国33箇所の巡礼から帰宅した後、 自分が見聞きしたことや意見等をまとめた、農政、民政の意見書、民間西洋全15巻の執筆を開始し、田中旧具名義で、翌6年に完成させる。民間西洋を植えてえされた市の鳴島道地区は、当時関東地方御用係を務めていた、大岡忠介を通じてばっかくに献上。時の将軍、徳川吉宗は、大岡と稲忠道を呼んで旧具の人柄を訪ねた後、 共法8年に、旧具を午前に召す。当時62歳になっていた旧具は、将軍からの指紋に答え、農政安入りについて、自身の意見を述べる。この一件で旧具は支配官情並みに抜擢され、住人物を、旧され、川方ご不信ご用に任命されることとなる。荒川の水防工事、玉川の治水、日経療用水、大丸用水、六号用水の改修工事、 相模国佐古川の春節補修などを行い、過量として、手代産余命も付属されるようになる。富士山の宝永大噴火の影響で洪水を引き起こしていた佐古川地水の功績が認められ、支配環状核に取り立てられて30人ぶを救され、3万国の地の支配を任される。教法14年7月19日に大官となり、正式に大岡支配下の役人として、 地元の武蔵国摩郡と埼玉郡のうち三万国を支配する。植産政策にも携わり、教法十四年には羊群生麦村からハゼの作付け状況が報告されたという記録が残されている。教法十四年十二月二十二日、江戸浜町の薬宅で病死。去年六十八。墓は、病高寺と交際寺にある。死後。 この田中急蔵が遺跡を引き継ぐ。なお、九九の旧詩は、六号用水の補修で、世田谷の領地を突っ切ったことで、稲毛から大岡に苦情があったため、切腹したとされる伝説も残っている。民間西洋のほか、にわき、玉川道光、俗夢表、玉串重、作法書、治水洋法、艦隊筆記などの著書がある。大正4年、十五位を追蔵された。 相模国の佐古川は、法永4年の富士山噴火の荒廃の影響で、反乱を繰り返していた。かつて旧武は、著書、民間西洋で、噴火後の被災地復興を命じられた大名は、領民から徴収した大金を投じたがその効果はなく、その金はただ商人の手元に渡っただけで、慈愛の心が民衆へ届かないことが悔しいと、述べていた。年に佐川をした後、 同10年に佐古川の春節補修を受けたまある。翌11年に、佐古川西岸73河村は、小田原半領から幕府漁となり、復旧に取り掛かった旧具は自ら草案した手法で、堤防の改修を行った。丈夫な木製の枠に丸石を詰めた、弁慶枠や、丸く細長く荒く編んだ竹籠の中に、栗石や採石などを詰めた蛇籠を作って、 これを川の流れに沿って並べることで、従来のものよりも強固な包みを築いたのである。後に、美濃正隆も、不審事業に加わり、教法十二年五月に工事は終了。佐古川の補修が成功した後、旧具は、法省として受け取った金百両を用いて、同地に夏王朝の始祖、右往の石踏みを建て、不審の天末を記した。この補修により佐古川下流の存落は、 水害に見舞われることはなくなったという。包みは、旧愚帝、または、分威の地帝と呼ばれ、現代も同地に残されている。聖火の久保島家は元、武田家の家臣だったが、出家滅亡後に、平沢村で農家となった。久保島家と同様、武田家の旧臣の家系。問屋は、宿駅の講師旅行者に対して、神馬低層。 宿泊などの駅務を総理する役人と言われ、宿場運営の全責任を負った。右王は、かつて、黄河の治水を成し遂げたとされる人物。文命のは、右王のこと。神奈川県足柄上郡三北町に文、命西ちにしつつみひ。南足柄市に分、文命のち、あずまつつみひ。ありがとうございます。